ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーター210より 9S 定期連絡を行います。はい、こちら 9S、 異常ありません。いやー、今日も天気が良くて。異常なしとのこと、了解しました。天気の情報は必要ありません。以上です。いやー、オペレーターさん相変わらず硬いな。そこがいいところな気もしますけど。武器屋さんが言ってたのはこの辺りですが、機械生命体を確認、しかも適正反応があります。これで全部かな。武器屋さんに見てもらいましょう。
オペレーターより 9S へ、レジスタンスリーダーより指定のあった場所の座標データを転送します。さすがオペレーターさん、仕事が早いですね。無駄口を叩いていると不必要にエネルギー消費されます。作戦行動に関係のない発言は控えてください。はい。
かなり植物の侵食が進んでるな。サイズもかなり大きい。情報、人類退避後植物の巨大化現象を確認。でっかいイノシシとかいたりして。人類会議の放送はいつも堅苦しいですね。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。リーダーから話は聞いてるよ。私の名前はジャッカス。よろしく。砂漠の機械どもを退治してくれるって？じゃあ封鎖している入り口を開けなきゃね。え、でもどうしてこんな変な場所にいるんですか？ああ、これはね、巻き込まれたら危ないよね。あんまり無理しないようにね。封鎖しているゲートを爆発で開けるなんて乱暴な人ですね。
砂で滑りますね。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。こういう個体も増えたってレジスタンスの人が言ってましたね。どうして最近になって増えたんだろう。生命体にも怖いっていう感情があるんでしょうか。昔人間が着ていたものに感じが似ていますね。データで見たことがある。そういえば顔のペイントも共同体特有の化粧みたいだ。旧世界の遺産。砂漠地帯への遺失物捜索は困難。推奨ターゲットスキャナーの使用。
旧世界の情報か。トゥビー、奴らの言葉に意味はありません。ランダムで単語を発生しているだけです。大体助けてって言いながら攻撃するなんて矛盾してるし。
年代の資材を入手。推測、過去文明の遺物。古い年代の資材を入手。推測、過去文明の遺物。
あっちの岩場に逃げましたよ。ターゲット個体識別信号をマーク。昔、山が噴火しました。噴火の火の中から神様が現れました。神様は機械たちにこう言いました。意識を、痛みを、喜びを、悲しみを、怒りを、羞恥を、孤独を、未来を、生きる意味を。あれは？怪盗
人類の住居だったエリアの廃墟、鉄骨とコンクリートでできた高層建築。あのタイプ、データにあったかな。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。こんにちは、ごきげんよう。いい天気、今日は。痛い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 。
基準で言葉を選んでるんだろう。アンドロイドたちの死体。推測、当地域に生息する機械生命体によるもの。なんでこんな場所に。理由不明。まるで集められているような感じですね。あそこに逃げ込んでます。しつこい。逃げなきゃ。この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこのアンドロイドの死体は一体。注意して進もう。真似しているだけだよ。破壊しましょう。おっぱい好き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 。
だ。生命体です。横穴から逃げられそうです。ここまで来たら大丈夫そうですね。一体
あの機械生命体は。これまでに見たことのないタイプでした。後で司令部に報告しましょう。司令部に連絡するために通信状況のいいエリアに移動しましょう。